スナビ希望ウィークリーニュース山下ゆりえがお伝えします。5月31日筑波宇宙センター内の総合環境試験棟において宇宙ステーション補給機 HTV2 号機の照射試験を開始。太陽光シミュレータによる照射で各機器の性能や耐久性の確認などが行われました。HTV はISS 国際宇宙ステーションに物資を輸送するために開発された日本独自の宇宙船。2009年9月に HTV 技術実証機による輸送ミッションを成功させた HTV はスペースシャトル退役後、唯一の大型機器輸送手段として注目されています。6月2日、野口聡一宇宙飛行士ら ISS 国際宇宙ステーションの第22次、第23次長期滞在クルー3名を乗せたソユーズ宇宙船がカザフスタン共和国に着陸。翌3日、アメリカ・ヒューストンに移動した野口宇宙飛行士はNASA ジョンソン宇宙センターで医学検査やリハビリを受ける予定です。希望日本実験棟で実施された高品質タンパク質結晶生成実験、通称 PCG の第2回目となる実験が終了。サンプルは野口宇宙飛行士とともにソユーズ宇宙船で地上に帰還、無事に回収されたことが確認されました。また、細胞壁の構造形成に関わる物質の変化を調べる実験、通称フェルレイト実験が終了。コシヒカリの種子を発芽させ、4日目、5日目、6日目のサンプルを採取し、凍結した状態で保管されました。この実験により、稲の地上での品種改良や、宇宙での植物生産に役立つことが期待されます。6月になりました。日差しが強くなり、街は初夏の香りに包まれています。昨年の12月、雪の中宇宙へと旅立った野口宇宙飛行士も地上に帰還した今、季節の移り変わりを実感しているかもしれませんね。それではここで野口宇宙飛行士の ISS 離脱から帰還までの様子を振り返ってみましょう。6月2日、ISS 国際宇宙ステーションに161日にわたり滞在した野口聡一宇宙飛行士、オレック・コトフ宇宙飛行士、ティモシー・クリーマー宇宙飛行士、およそ2ヶ月を共に過ごした ISS に残る3名のクルーと別れの挨拶を交わしました。午前5時54分、ソユーズ宇宙船と ISS 間のハッチを閉鎖。午前9時4分、ソユーズ宇宙船は ISS から分離。午前11時34分からおよそ4分間にわたり、軌道から離脱するための噴射を実施。
ISS 分離からおよそ3時間後、地上からおよそ11キロメートル上空でパラシュートが開かれ、午後0時25分、カザフスタン共和国に無事着陸。宇宙滞在期間は163日、第22次第23次長期滞在クルー3名のミッションが終了しました。帰還直後の野口宇宙飛行士は出発前、そして軌道上で見せていたのと同じとっても元気そうな笑顔でしたね。また着陸地点で出迎えた若田光一宇宙飛行士もとても嬉しそうな笑顔を見せていました。それでは引き続き帰還後の野口宇宙飛行士の様子をご覧ください。およそ半年ぶりに地上での元気な姿を見せた野口宇宙飛行士らクルーは、着陸地からカザフスタン共和国のカラガンダ空港に移動。帰還を祝うセレモニーが行われた後、野口宇宙飛行士、クリーマー宇宙飛行士は6月2日午後7時ごろ、カラガンダ空港を出発。翌3日、アメリカ・ヒューストンに移動した野口宇宙飛行士は、NASA ジョンソン宇宙センターで医学検査やリハビリを受ける予定です。一方 ISS では野口宇宙飛行士らの帰還後、3名の第24次長期滞在クルーによる運用が行われています。6月16日には新たな長期滞在クルー3名を乗せたソユーズ宇宙船がバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、ISS は6人体制での運用が再開される予定です。野口宇宙飛行士が日本に帰国する日が待ち遠しいですね。さて、若田宇宙飛行士、野口宇宙飛行士に続き、来年春から ISS 長期滞在が決定している古川聡宇宙飛行士からメッセージが届きました。こちらをご覧ください。スペースナビ希望をご覧の皆さん、JAXA 宇宙飛行士古川です。現在、2011年5月末頃の、打ち上げに向けて、訓練を続けています。だいたい半分ぐらいが、ヒューストン、そして 40% ぐらいがロシア、残りが日本とドイツで訓練を続けています。ソユーズ宇宙船というロシアの宇宙船で打ち上がって、半年ほど国際宇宙ステーションに滞在し、さまざまな科学実験を行う予定です。でそこでの実験の成果は、地上での生活をより豊かにするとともに、将来誰もが気軽に宇宙へ行ける時代の準備になるのではないかと思っています。その準備のために頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。古川聡宇宙飛行士についての情報はこちらのサイトをご覧ください。ここでお知らせです。7月8日東京都有楽町朝日ホールにおいて JAXA シンポジウム2010世界に羽ばたく日本の宇宙開発を開催。現在参加者を募集中です。お申し込み方法など詳しくはこちらのサイトをご覧ください。スペースナビ希望ウィークリーニュース、山下ゆりえがお伝えしました。